しもとあいつどこ行きやがった。あいつ、おい西本、西本いるのか。開けるぞ。西本、おい西本、いつまでそうやってんだよ。ほっといてください。西本、ほら帰るぞ。ほっといてくださいよ。ほっといてくださいじゃない、西本。別に試合に負けたのはお前のせいじゃない。俺のせいだろ。お前のせいじゃない。もうみんな待ってるぞ。全部俺のせいだろ。お前は悪くない。西本、ほら早く着替えて。俺なんかチームに必要ねえだろ。そんなことない。帰ってください。今誰とも喋りたくないんで。おい西本、西本、お前はまだ来年がある。俺なんか、お前が3年生になってチームを、後輩を引っ張るんだろ。西本、だからほら顔を上げてみんなと一緒に学校帰るぞ。俺なんか、俺がいたらチームが悪くなる。そんなことない。すぐ俺が個人技で、俺がすぐ行ってチームの輪を乱そうとしちゃう。どうしてもやめられないんだよ。個人技でお前がどんどん前に進んでいくのは、あれは確かに直さなきゃいけないとこだけど、まだお前は2年生だ。俺にはもうサッカー必要ね。もう西本、おい西本、もう、おい、どうして負けちまったんだ。お前、ちょっと酔いすぎなんだよ。お前負けた自分に酔いすぎなんだよ。ちょ西本、ちょシャワー止めろ西本。お前その本当に悔しがってる。もうずっと自分に酔いすぎなんだよ。帰ってください。帰ってくださいって、お前帰れねえだろ一人じゃ。もう俺なんかみんなと同じバスで帰れねえよ。いや大丈夫だ、空いてるよな。お前バスで2時間かかるんだぞ、ここから学校まで。歩いて帰りますよ。歩いて帰れるの、そんなんダメだよ。もう親御さんも心配しちゃうんだからさ。俺のことはほっといてくれよ西本。もういいって、それやめて。もうその服着たままさ、びっしょびしょのさ、そのもうそれいいよ。もうそ酔ってるだけなんだから。神様がいるなら、神様がいるなら、もう一度あの瞬間に戻してくれ。俺があそこで達也にパスしてた。そのお前ちょ西本、お前今日試合出てないじゃん。お前あそこで達也にパス出してたらって、それいつの話してんの。前ちょっと練習試合の時か、ちょっと一回試しに出してみた時か、うん、そのああっていうのやめてくれ。もう次の学校の人が待ってんの、シャワー浴びたくてな。お前もう酔ってんじゃねえか。お前それ記録に残そうとすんな。お前自分で自分のシャワー浴びてるとこ、お前その悔やんでるとこ自分で撮らないでよ普通。いや溺れそうになってんじゃない。撮ってください。撮ってください。いや撮らないよ。なんで俺が撮るんだよお前。じゃあその撮ったら
取ったら帰れよ。はい。なよお前、ほんと海で、で海で取らなきゃいけないんだよ。俺のせいだ、俺のせいで負けたんだ。サッカーやったら意味ねえだろ。何取ってんすか。何取ってんすかじゃない、お前が取ってくださいって言ったんだろ。帰ってください、もう帰ってくださいよ。いや、そのか、だから一緒帰るぞ。くそ、そう、俺何取らされてんだよこれ。勝手に取って笑い物すればいいよ。いや、これお前の携帯なんだよこれ。あと、もう早く下を履け。もうなんでお前上着てんのに下だけちゃんと脱いでんだよ。おい西本、ちょっとお前撮ってるの分かった上でお前下を集中的にシャワーで洗うな今。西本、お前帰るぞ早く。もう出てってください、もう早く出てってくださいよ。そこだから、いや出てってください、お前を待ってんだよみんな。ああ、歩いて帰るから大丈夫です。歩いて帰るから大丈夫。お前こっから2時間かかるんだぞ、学校までバスで。はい、もう歩いて帰れないだろ。あと30分ぐらいやったら。長いよお前、次の試合終わる子たちがここを使いたいんだからさ。あとちょっとしたら出ますから。本当だな。そっとしといてください。お前今日試合出てないんだけどな。いやもう動画 これでいいかもう。何だったんだよお前。ちょ、もうじゃあ、ま、待ってるからな。あとちょっとしたら出てこいよお前。あもう見てるからこれ酔っちゃうんだこいつ。いやもう行っとくぞ、早く出てこいよお前。あ、すいません。ふざけんなー。怖い。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。